わっ、びっくりした。喧嘩売ってるのか？大丈夫でした。ああ、よかった。ちょっとお仕事。あ、気をつけてくださる？いらっしゃい。毎度どうも。何もいらない。毎度どうも。もういいのかい？また来てくれよな。
何にするの？また来たよね。調子は毎度どうも。もういいのか。また来てくれよな。いらっしゃい。また来てくれよな。何にするの？何にするの？また来たよね。これは美しいな。あら、いらっしゃい。何が必要なの？あら、また来てね。あら、いらっしゃい。また来てね。いいだろう。俺の名前は、俺が扱うのは闇商品。普通の店に並ぶことのない物ばかりだ。俺から買ったものをお前がどう使うかは聞かん。お前が持ってきた品の出所を聞くこともしない。秘密を守り、余計な詮索をしなければしばらく力になってやらんこともない。どうする？どうする？そうか。ではな。
宝箱だ。すみません。ですがリッシュさん、昨晩までは確かに金庫の中に。もう一度よく確認してみろ。こうも立て続けにやられては紹介の誤見に関わるではないか。はい、霧沙お嬢様も申し訳ありませんでした。ううん、気にしないで。気にしないのはそのダメかもしれないですけど。
ダメに決まっておるだろうが。キリシャ、お前が苦労して立てた売り上げだろう。お前は確かに詳細があるが、当事者として自覚が足りなさすぎる。もっと本気になれ、本気に。でもあの取引は圧倒的な資本力で競争相手を叩き潰すのがペンドルトンの流儀だ。お前もようやく分かってきたと思ったのだがな。はい。とにかく私は今から守備隊の責任者に会いに行かねばならん。後ほど帳簿の確認を手伝ってもらう。はい。ところこそ泥に何度も出し抜かれるボンクラよりマシ。いえ。では一体何。キリシャ。お呼びでしょうか、お父様。あ、知り合いなの。まったく、いつまでもそんな。とにかくこの男の話を聞いてやれ。どうやら腕は立ちそうだ。面倒そうなら適当に金を与えて追い返しても構わん。キリシャ、お前が対応するんだ。わかりました。カーラ、ヘマしないよう見ててやれ。私は出かけるから店を頼んだぞ。わかりました、お気をつけて。それでは奥でお話を伺います。やれやれ。
じっくり見ていってく。どうなさいますか。今が買い時です。どうなさいますか。今が買い時ですよ。ありがとうございました。いや、また来てくれよな。いらっしゃい。毎度どうも。もうまた来てくれよな。危ないったらないね。入りようか。早いもん勝ちだぜ。よし、これだな。ぴったりだ。よし、これだな。ぴったりだ。まだなんかあんのか。また機会があればな。なんじゃ、怪我でもしたのか。何かあれば頼るがいい。俺、持っていくがいい。まだ何か怪我には気をつけるんじゃぞ。
ちは品ぞ何するんだい。おや、また来ておくれよ。クリムゾンライン、これは。私たちは彼らをラリバと呼びます。ごきげんよう。彼らを見ることが一般の方にと、彼らはグリムワル、最悪は目の内に。剣さばき、かなりの腕前とお見受けします。感服いたしました。Thank you.
もしかして。クリムゾンライン、怪人たちよ、刻限だ。魔を撃て。さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界にて、このアピリウスが忌まわしき夜の始まりを告げ。
助力が必要か。この調子で頼むぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。レベルアップ。
何かあるぞ。いけ、クリムゾンライン。何かあんだ。何かあるぞ。ここで一息つこうか。何かあるぞ。
よし、ゲットだ。すぐに片付けるぞ。よし、ゲットだ。
ってるのよ。現れた。いいぞ白猫ちゃん。よ、バルドゥークの救世主。いつも皆さんお待たせしちゃったね。すっげえ。ロムン帝国の圧政と鉱山の汚染に苦しむ皆、これは君たちに幸あれ。うお、金貨だ。ヒーロクリムゾンライン。はっ、行け。クリムゾンライン、クリムゾンライン、行け。どうして追ってくるのさ。僕に何か用でも。どうして赤の王さんが私を。あなたはアドルさん。そんな。
すみません、聞くつもりじゃなかったんです。ごめんなさい。私、白猫の力で店の金庫から。それは、あの日、お父さんや紹介のみんなと貧民街を視察した時、私も鉱山のせいで病気になった子供やお年寄りの方に会いました。紹介が思った以上に皆さんを苦しめてるって初めて知ったんです。それで私、いても立ってもいられなくて。そんな時、あの人に、アプリリスさんに出会ったんです。それからせめて私の売り上げ、それはいけないことだって私も分かっています。白猫の活動を始めると、確かに皆さん喜んでくれました。たくさん感謝してもらって。それは今もそうなんですが、その、そんなわけで、しけた仕事とはおさらばよ。俺なんて金貨は仕送りせず、来る日も来る日も酒とギャンブル三昧だ。今日もすっかりすっちまったがな。お前も悪いやつだな。なーに、次こそは倍にして取り戻してみせるぜ。それで仕送りすれば、神さんも文句を言わないだろう。白猫の姉さんもケチケチしないで、もっと金貨よこしてくれねえかな。まったくだぜ。真面目に働くのがなんかもうバカらしくなってきたな。私の考えが足りていなかったみたいです。私、ペンドルトン商会が嫌いなわけではないんです。時には強引な手段を取ったり、売り上げを優先することもあります。でも、グリア人の権利を守るため、ロムンの人と話し合ったり、バルドゥーク発展のために頑張ってきた家でもあるんです。私も一応ペンドルトン家の娘です。お父さんやお姉ちゃんと話をしてみます。
これは。クリムゾンライン、行け！
クリムゾンライン。地図を見ると水路の入り口は貧民街の中央付近ですね。本当のことを言うと、ここに来るのは少し怖かったんです。紹介がやってしまったことを思うと、ごめんなさい。こんな話されても困りますよね。現れた。それなら。どうしよう。
ず。よかったです。この壁は私のギフトで登れそうですね。
ください。崩してみせます。交代だ。任せてください。やって崩れました。この子だ。交代だ。ところへ登るのに私のギフトが役立つはずです。遠慮なく使ってください。何かあるぞ。
クリムゾン、何かあるぞ。行け、何かあるぞ。ここで一息つこうか。任せてください。任せろ。はい、何かあるみたいです。何かあるぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。とってもいい眺めですね。何かあるぞ。
行くぞ。行きます。それなら。
よし、何かあるぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。Yeah!
こです。行くぞ。任せてください。広い場所に出ましたね。この気配は。獣さんたちはあまり見たことがありません。
どちらかというとグリムは…でも…アドルス…私…ま…ずっと住んで…驚きましたね。あの魔物さんは一体何だったんでしょう。ダルバとも違うようでしたが…脱獄はまたいつか。そうだ、看守さんが見回りをしていますね。気づかれないようにギフトを使って進みましょう。それは。
なるほどな。それにしてもよ、アドル、確かに廃屋にこそこそ出入りしてたらいつか味だからって不特定多数の人間がバーに変えちまおうなんてな。すっとぼけた顔しちゃいるが、ポッ、あ、目から鱗が落ちるってのはまさにこのことだな。酒場なら情報も集めやすくなるぜ。ペンドルトンのカーラ城に協力、そこはやっぱり、そりゃ店長と店員も死ん、へえ、店長は確か男、あら、あなたがアドルちゃんね。まあまあ、聞いていた以上に可愛い顔をしてるじゃない。アドル、やだもう。ドギちゃん、あなたは上腕二頭筋がとってもすてき。あ、おう、嘘。さーて、自己紹介させて。私の名前はシャンテ。な、なかなか強烈な店長だな。これは予想外だったね。私は店員に採用してもらったユファと言います。今日からこちらでお世話になります。よろしくお願いします。よかった。さて、早速だけど、そう、アドルちゃん、うん、ああ、惜しい。いい？それは、なるほど、私がアドルちゃんに、じゃーん。で、アドルちゃんは、でも今は事情があって旅立つことを許されない旅人。へえ。その花はどんなに痩せてから、そして春に育んだ種子は、し、花の名前はダンデリオン。それがこのお店の名前よ。カーラちゃんに事情を聞いて正直驚いちゃう。でもアドルちゃん、ダンデリ、なるほど。どうなるかと思ったが。ところでアドルちゃん、示した選択肢を選んできただけでした。でもアドルさんは違った。たとえ地図が真っ白でも自分の目的を決めて歩き出す人。勇気をもらった気がします。あれ、こんなところに何を作ってるんだい。もしかして何かお店を開くのかい。
はい、もうすぐ開店になります。皆さん、どうかよろしくお願いします。ねえねえ、何のお店なの？何にしてもこの街区に活気が出るのはいいことだね。アドル、手間をかけさせてすまなかったな。だが、ようやく踏み出せたようだ。あの子には才能と柔軟さがあるが、いかんせん気持ちの優しい子だ。ペンドルトンは圧倒的な資本を持って大きな利益をもぎ取る組織。その流儀を無理に受け継ぐ必要はないだろう。適性の問題を公平に指摘しているだけだ。ギリシャは養子だが、ああ見えて才能は私と大差ないぞ。そういうことになるな。だがそれが何だというのだ。その程度のことで彼女を分け隔てなどしない。知れたことだ。これまで通り父を支えながらペンドルトンに尽くすとするよ。後を継ぐのは長女の役目だからな。なるほどな。あれが冒険家アドル・クリスティンか。お目覚見ての、俺は見張りを命じられた。悪いが食事は持ってきてやる。くれぐれも、たとえこの独房を抜け出し、少し前に赤の王とかいう怪人が監獄に忍び込んで大騒ぎだったが、もし彼らが侵入し、このバルドゥーク監獄
何を作るんだ。よし来た、これで完成だ。よしどうだ。よし、これで完成だ。よしどうだ。まあ、こんなところか。お疲れさん。アドルク、ではもう少しばかりだが、では、あや、おう、またな。何が欲しいのかしら？ほーら、愛情。お腹空いたらまたいらっしゃい。何が欲しい？愛情。ほーら、お腹す、頑張ってきてね、アダルちゃん。はい。任せろ。任せろ。交代だ。任せろ。交代だ。はい。
すぐに片付こうだ。行くぞ。行きます。よっ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 。何かあれば頼るがいい。大養蜂は守っ、養蜂は守って使うんじゃぞ。負けがには気をつけるんじゃぞ。すぐに退治しましょう。
ええ。それって。これは。景色どこか懐かしいな。不思議です。一体どうした。
はい、父の後を継ぐために。でも、な、来てくださった。こ、わー、赤い髪の人はちょっとそれに。
今日もガンガン働きますよ。他にも要件が。今日もガンガン働きますよ。じらさないで、いつでもお待ちしてます。Thank you.